海外移住のですね、ご希望の方からのですね、動画広告についてですね、ウェブ広告の出し方、を知りたいですというような、ご相談をいただいてます。ネット広告ですね、ウェブ広告の出し方なんですけれども、まあ、動画広告っていうのはかなり有効です。やっぱり今のウェブのですね、流れを考えるとですね、やっぱり、動画なんですよね、すべて。で、ネットのざっくりした歴史を考えると、テキストから画像、画像から音声、音声から動画、そして動画もですね、長い動画ではなくて、もうショート動画なんですよね。TikTok とか見れば分かりますよね。YouTube がもう勝てなくなってしまっている TikTok ですね。まあそういった形で、要は、合間の時間でね、気軽に見れるものっていうのを求められてしまっているというところで、がっつり見られるっていうのは本当にファンになった人とか勉強熱心な人しか見ないんですよね。なので、こういう流れを知った上で動画広告を作っていくと外れがないかなと思います。